にちは。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。今日は、はい、はい、ハーネムインブラッドオフィシャル YouTube プレゼンツで、サジ TV めちゃめちゃ久しぶりの更新になりますが、ロングタイムのし、はい、うん、今日はちょっとイケピーではなく僕ベースの誠が司会をしていきたいと思ってます。今日は、ハーネムとめちゃめちゃゆかりのある、ハイパークリエイターコウヤマダを迎えて、はい、おっしゃい、はい、ゲストありの回です。いろいろありましたからね、皆様。というか、コウ君とハーネムの付き合いマジ長い。めちゃくちゃ長いね。はい、最初はね、コウ君はバンドマンで、そこから対バンという付き合いからハーネムの MV デザインというか、普通に友達としてよく会ってる。休みが合えばコウ君チックみたいな、ね、そうだね。一緒に住んでたよね。そう、8ヶ月ぐらい住んでましたから、ね、タジ君がなんかその引っ越しの狭間にいる時なんか居候させてもらったりとか、重要人物で今日は出ていただきます。ご飯話します。ご飯の炊き方を教えてくれますか。ちょっとそれはあの後々どっち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 1個目の質問いってみましょうかね。まあうん、はい、まあ、とりあえず乾杯。乾杯。はい、ちょっとお疲れです。お疲れです、ね。メリークリスマス。ジーザス。チーターラが好きです。はい。結構好き。はい。はい、いいですか。はい。じゃあ、お名前、筋肉屋敷さん。覚えてんだけど、いたよね。多分あ、そこのコーナー実は前、った前あ、前もやって、このコーナー前もやってて、はい、その時もお便りいただいた方ですね。で、性別は男性の方ですね。はい。はい、じゃあ、ご相談、うん、読み上げていきたいと思います。うん、3月に、開催されたホームオブザブラッドツアーで、うん、タジさんの地元の、千葉県柏で、タジ TV T シャツを購入したのですが、ありがたい。実はタジ TV の T シャツを作ったことがあります。うん、ありがとうございます。はい、で、それを購入された方なんですけど、はい、ライブで一度も着ることなくタンスにしまってあります。はい、で、うん、ライブ以外で着る機会がありません。どこで着たらいいのか教えてもらいたいです。確かに。あ、結構大事だね。大事。うん。でもあれだよね、T シャツだからやっぱ温暖化的に夏が夏ですよね、T シャツだから。まあ、うん、温暖化的に温暖化的にですか。温暖化的に季節的にやっぱり。まあでも。あれデザインがちょっと独特だからちょっと私服で今日おしゃれしてこれ着ようってはならないから、ね、ハーネムインブラッドって入ってないからね。そうだよね。でもあれじゃないかな、要はその、うん、バンドの T シャツとかをライブ以外で、うん、プライベートでどういう風に着回していったらいいですかっていうことかもね。確かに、うんうん、なんだろうね、あのタジ TV なんか家のラフ着寝巻きに、うん、寝巻きでもいいから着てくれと。そう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 、あの、ね、そうとにかく着ろみたいな。そう、俺もう2個ぐらい浮かんでる。お願いします。 T シャツは冬服着てても中に絶対着るものや、一年中ずっと着るものやよね。意外に。確かに下着と一緒、パンツと一緒、うん、おだから脱ぐタイミングでタジ T が見えたらここぞっていう勝負の時に、うん、タジ T を着て、うん、女の方を落とす。ああ、なるほどね、うん、ジャスティスアダルティで何その T シャツって言われるのが冬の使い方かなと。確かに確かに、うん、きっと女の子もあ、そういうところは面白いの着るんだこの方ってなってイコールイみたいな感じですよね、うん、確かに、まあ、一旦着とけと。そう、一旦着といて、まあ一個笑いになったらいいかなみたいな。脱いだ時にタジティを着てるはね、コンテンツの一個で、うん、それで会話が、二人の会話が、うん、とか、まあ、友達との会話でもいいし、確かに恋人の会話でもいいし、確かに、何その T シャツなるね、みたいな話題ができたら冬も乗り越えと、あの、タジティが意味があるんじゃないかなと。確かに、すごい、さすがメンバーだけでは、あの到着できない答えにたどり着けましたね。さすが巨匠。表情じゃないけど冬でも、まあ、とにかく着るのが大事ということで、うん、はい、1個目の質問は答えさせていただきました。ぜひ来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいでございます。
じゃあ、2個目の質問を、はい、読み上げさせていただきたいと思います。ニックネーム、81さん、数字で81。おかっこいい、はい、81、もう、はい、やるね、はい、やる、はい、大丈夫か。性別は男性の方です。 お便りの内容です。はい、ハラネームの皆さん、こんにちは。こんにちは、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 はい、タジ TV 待ってました。嬉しい、はい、相談なんですが、はい、来年から大学に進学するタイミングで、はい、新しいことに挑戦しようということで、うん、ベースをしようと思います。おー、いいね。自分は左利きで、おレフティーベースの購入を、レフティーベースかっこいいね、うん、そう、レフティーベースの購入を検討していますが、やはり左利きというのは少ないし、うんうん、何かしらディスアドバンテージがあるのかもと不安です。なんだディスアドバンテージって、うん、なんだ、そういうかと思ってこの質問を選んだ。そうか、勝てえぞ。同じ左利きとしてYes, man. レフティープレイヤーとして田地さん的には、うん、弾きやすい利き手でのプレイか、うん、多数に合わせてあえて右で弾いた方がいいのか、どちらがいいと思いますか。また左でプレイするとなった時、どのようなことを意識すればいいか、アドバイスをお願いします。はい、タジ TV ハラネームともに大好きです。いいね、嬉しい、いい嬉しい、はい、まずあの大学受験おめでとうございます。素晴らしい。まず最初の質問、絶対に左利きでやった方がいいです。うんうん、絶対に、うん、それは何でかっていうと、やっぱりしっくりくる来ないっていうのが絶対あると思うんですよね。うん、僕の話していいですか。どうぞ。そうそうそう、で僕ギター買うってなった時に、中学の時にもともとベースの友達がいたんですよ。うんうん、でやっぱその子もすごいオタクで、うんうん、もうお互い周りが聴いてないような音楽を聴くなってて、はじ、うんうん、じゃあギター買えよって言ってくれて、その時に買うわって言って楽器屋行ったら左のベースしかなかったんでね。まあ一応今はしょっちゃったんですけど、最初は僕は全然あの楽器屋さん行ったら自分が左利き右利きとかあんま意識してない。あ、分かってなかった。そうそうそう、なんか行ったら君は左利きだねって言われちゃって、うんうん、で楽器屋さんに言われたのは絶対右で弾いた方がいいよって言われたんですよ。でお箸は左かもしれないけど楽器は右で覚えた方がいいよみたいな。そう、うん、その時なんで言われたかっていうと、まず本当に高いんですよ、うん、左利きって、うんうん、例えば右で1万円セット、アンプ付きの1万円セットがあったとしたら、左は 2,3 万するんですよ。値段違うんだ。全然違う。 うーん、もうやっぱ需要がないから高い。いや、やっぱ苦労してるんだな。変態苦労ですよ、マジで。変態苦労か。そうで、その楽器屋の人が言ったのは、やっぱ好きなデザインに出会えないよって言われたんですよ。もし左でやっちゃう限りがあるからね。うち見てみて、左利き1本もないですって言われて、マジっすかって言われて、絶対右でやった方がいいよって言われたんですけれども、うん、その話を一旦忘れて、クラスの教室の後期掃除あるじゃないですか、うんうん、それでもう僕はこうやって持ってたんですね、うん、もうこれが自然だったんですよ、うん、ってなった時に、こっちをって考えた時にありえなかったんですよね、うんうん、もうやっぱしっくりくるものを通した方がいいので、まず左で通すべきだと僕は思います、うんうん、実際さ、うん、その日常生活ではさ、うん、全部左利きなの。それがね、開けて玉手箱を開けてみたらびっくり。ちょっとこの了解があるんだけど、ね、字が右なんですよ。だよね。そう、字が右で絵が左なんですよ。で一応お箸が両利きなんですよ。でもちょっとあのテアンデイっていうあの隣が右とかが来て、ちょっと申し訳ねえジャスティスってなった時に、テアンデイって時にジャスティスを感じた時にちょっと制御左手を使うことをやめるやめるとそうなんで右に持ち帰って食べたりはするの、ね、まずは利き手の左利きだったら通した方がいい、うん、強制するしないで言うとしなくていいっていうのが田地君のアドバイスね。利き手を大事にしよう、うんうん、大事で、まあ、俺自分にも言い聞かせることもあるんだけど、うんうん、その左利きとして何を意識したらいいですかっていう話なんですか、うんうんうん、そうです、そうです。まずちょっとネガティブな話から言うと、うん、左利きですげえテクニシャンな本当すげえギタリストって、まあ、あのジミー・ヘンドリックスさん、うんうん、まあ、いるかもしれないけど、うん、あんまりやっぱ出ないんですよね。なんかすごいバカテクだみたいな。で俺も全然ギター下手だけどギター好きなんですよ、うん、でもだからそこで左利きですげえテクニック持ってるぜっていう意識を持ってこれから楽器に臨んでもらいたい。まあ、まあ要はあれだね、あの憧れが少ないけど、少ないけどそれを目指した方がやりやすいよって感じですね。そういうこと、うん、なので左利きでもうあの自分を出せるプレイヤーになろうと思いながら楽器やった方がいいと思う。自分がまあ時代を作っていくじゃないけど、そうそうそう、前例がない分カラーが出やすいじゃないけど、
そうそうそう、そうだ、ね、一番手になりやすい。そうだよね、うん、81さんは今後バンドをするかわからないけど、うん、パーネームをやってあのすごいいいなと思ったのはやっぱね、左利きってもうビクトリーになるんですよ。このブーもそう、見てくれの特徴が出しやすい。そう、うん、これはやっぱステージングです。そう、これは他のバンドには出そうと思って出せないやつだから、ね、これはすごい武器になるから、うん、これも自分の持ち味だと思って、うん、左利きを尊重した方がいいと思います、うん、楽器で左利き正直欲しいデザインとか見つかりづらいかもしれないけど、うん、全然、うん、全然大丈夫です、うん、デメリットもあるけどその分メリットもあれ、うん、右で弾いてる人よりも多いってことだよね。 そういうことです、ね、うまいですね。ちょっとね、酔っ払ってきちゃった酔っ払ってきちゃったこの話でなんか膨らませたいところがある、うん、もう風船並みに行こう左利きの人ってこうちょっと感性とか違うのかな。でもね、ネガティブポジティブあるんだよ。あ、そうなの。もちろんポジティブな部分は、うん、なんだっけなんだっけなんだっけそこじゃないそこなんじゃない。ちなみに、うん、あのコウさん、それは そうそう何を召し上がってるんですか。そう、ディズニーランドに行って、まず一発目ね、一発目は、うん、カルビの会場に行きます。オッケーオッケー。眠いっすって言って、一旦寝させてって言って寝たら、二人して、えーって言って